地下鉄内での犯罪やトラブルを防ぐためにですね来年度から順次、地下鉄の全車両に防犯カメラが設置されます札幌市は来年度から地下鉄東西線と東方線、2030年度から南北線の全車両内に順次、防犯カメラを設置することを発表しました。 一昨年、東京の京王線車内で起きた事件乗客をナイフで刺し車両に火をつけた罪に問われた男に今年7月懲役23年の判決が下されました令和3年に東京の私鉄各社でも相次ぎました車内での死傷事案を受けまして地下鉄車内での犯罪や迷惑行為 マナー違反等をを未然に抑すする目的でで設置を検討したところです札幌市営地下鉄では1両につき3台の防犯カメラを設置する予定で天井の照明器具に設置できるタイプのものを検討しているということですこちら、一見普通の蛍光灯ですが実は先端の部分が防犯カメラになっています。 この防犯カメラから車両内はどのように映るのでしょうか。画面奥の入り口や座席はもちろん、手前の座席もしっかりと映っています。また、手動で角度を調整することができるため、手前の入り口を映すこともできます。2> ここ2年ぐらい前から車内の殺傷事件だとか、 火をつけたりとか、いう事件があったので、それからそのカメラの。需要、注目度が上がっているかなと思います。手前のドアから、ドアの向こう側で見える。というふうにして、なおかつ両側七人掛けが見えるように。っていう画角にして、販売させていただきます。来年度から順次導入される地下鉄内の防犯カメラ。車内トラブルを防ぐ、有効な手段となるのか、注目です。 はい、この車内での防犯カメラなんですが東京などではすでに義務化されているんです新幹線のほか1キロ当たりの1日平均乗客数が10万人以上の在来線です。 東京大阪名古屋の一部区間が該当すするとということです、まあ、確かに、藤尾さん最近車内トラブルって増えてるなという感じしますからね,ね。なんかマナー違反だったりとか、まあ、ちょっとした、ね、こうトラブルっていうのは抑止力になるのかなという感じはするんですけども東京で起きた残忍な事件とかっていうのはもうあれは常軌を逸しているので取、まあ、られてる取られないに関係なくうもうもう振り切った人なんだろうなとも思ったりするので、はい、なんかね今、防犯カメラいっぱいあって防犯カメラの 犯罪の様子なんかもニュースで流れてますけどもやっぱりあっても起きてしまうっていうことも知ってるのでまあ、そういうことが抑止力になる世の中になってもらいたいなっていうのは思いますねそうですね、うん、そこに行きたいというところがねまず一番ですね、うん、まあただこういう鉄道というのは本当に密室ですからそこにしっかりと効果を発揮してほしいなと感じますねトラブルが一つでも減ることを祈るばかりです、うん